11代ダービー伯爵エドワード・スタンリーは、イギリスの貴族、政治家。ダービー伯爵家の分家スタンリー純男爵家の生まれだったが、1736年に本家が絶えたため、ダービー伯爵位を継承した。1689年9月27日、ビッカースタッフ荘園の地主である第4代、純男爵サー・トマス・スタンリーとその妻、エリザベスの長男として生まれた。1714年5月に、父の死により、第5代純男爵位を継承し、同年9月に、ラフォード荘園の地主ロバート・ヘスキスの娘エリザベスと結婚した。1723年にはランカシャー長官に就任した。1727年から1736年にかけてランカシャー選挙区から選出されてホイッグ党所属の庶民委員議員を務める。政治派閥的にはサー・ロバート・ウォルポール首相に反対する諸位愛国派に属したが、彼は政治活動よりもランカシャー南部地主としての社交活動をもっぱらとしていた。1736年に第10代ダービー伯爵ジェームズ・スタンリーが死去し、本家筋のダービー伯爵家が絶えた。系図を大幅に遡った男系暴流である彼が第11代ダービー伯爵位を継承し、貴族位に移籍した。1742年にはランカシャー知事に就任した。名誉革命で国を追われたスチュアート朝国王ジェームズ2世の孫、チャールズ・エドワードが1745年9月にジャコバイト派やイギリスと交戦状態にあったフランスの支持を得てハノーバー朝からイギリス王位を奪還するための軍事行動を開始し、柴叩く間にスコットランド主府エディンバラを占領した。ランカシャー防衛は州知事のダービー伯爵に委ねられることになったが、1662年民兵法により、州は議会の同意なしに民兵を自由に動かすことができず、しかも議会の決定は遅かったので、ダービー伯爵は武器、弾薬が敵の手に落ちないようにすることだけに専念した。11月にチャールズ・エドワード軍が南進したため、ダービー伯爵は一時ロンドンまで逃れたが、12月中にはチャールズ・エドワード軍がカンバーランド公の軍に追われて撤退を開始したため、ダービー伯爵もランカシャーに戻って、再び民兵の編成に当たった。1746年5月には、カンバーランド公勝利の報告を受けて、安堵の言葉を漏らしている。この頃から、息子のストレンジ卿、ジェームズ・スタンリーが、政界やランカシャーにおいて、ダービー伯爵をしのぐ活動をするようになり、1757年には、ランカシャー知事の地位をストレンジ卿に譲ることになった。しかし、ストレンジ卿は1771年6月にダービー伯爵に先立って死去した。この時、ダービー伯爵は81歳だったが、ランカシャーにおけるダービー伯爵家の権威を維持する必要から、彼が再びランカシャー知事に就任することになった。1776年2月22日に、ノーズリー荘園で死去した。ダービー伯爵くらいとその財産は孫である、エドワード・スミス・スタンリーが継いだ。1714年に、地主の娘、エリザベス・ヘスキスと結婚し、彼女との間に、ストレンジ卿、ジェームズ以下一男六女を設けた。ストレンジ卿は、大金持ち、ヒュー・スミスの娘と結婚し、学府の要求に応じて、スミス・スタンリーの複合姓に改名した。ストレンジ卿は父に先立って死去したため、ストレンジ卿の長男であるエドワード・スミス・スタンリーがダービー伯爵位を継承することになった。ありがとうございます。